それではボートレース大村の展望番組をお届けしていきます。本日も解説していただくのはスポーツ報知長谷明の力者です。長谷さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。7日間開催の男女混合戦で行われているミッドナイトボートレースファースト in 大村、本日2日目を迎えました。さあ、昨日は初めて22時40分締め切りで最終レースを行われたんですが、はい、長谷さん早起きしたと言われていましたが、夜も元気に頑張れましたか？頑張りました。仕事一生懸命、でもいつもと違ってね、はい、時間帯が全く違うんでね。そうですね。これだいたいね、ナイターの最終レースって20時45分なんですよ、うん、そうですね。でもそれが終わってからもう大村で言うとね、8レースから8、9、10と5つ楽しめるんですよ。そうですね。なんか感覚が違いすぎて、うん、まだあるんだ、ね、まだあるんだっていう感じがしましたね。もうお客様もね、そう思っててくださると嬉しいですね。ですよね。はい、よ、そして長谷さん、なんか今ちらっと見たら髪型変わってる。あ、もうミッドナイトレースなんでね、うん、朝昼のが時間がたっぷりあるんでね、うん、ちょっと気分転換しようと思ってね、髪切ってきました。なんかさっぱりして似合ってますよね。ありがとう、うん、ね、そう、あんまりね、褒められることがないんでね。あら、ありがとうそうなんですか、うん。さあ、遅くまでね、こうレース楽しめるミッドナイトレースなんですが、無観客開催となっておりますので、ぜひ皆様にはテレビや YouTube の方でお楽しみいただければと思います。ただ場外発売所は21時まで営業しておりますので、よかったらそちらの方もご利用ください。さあ、それでは早速初日を振り返っていきたいんですが、はい、まずはメインカード、発祥地選抜ですね。深川慎二選手がね、まあ、陰線ね、フライング休みでどうなるかと思ったけど、うん、スタートバッチーってきました ね。気合感じましたよね。強いよね、うん、やっぱりしっかりスタートいく、やっぱりああいうところがやっぱ深川選手の強さなんでしょうね。そうですね。いや、そしてこうタイムだけを見ると5号艇の西橋選手、6号艇の小野選手もタイム出てたんですが、2着に入ったのは大山選手、まあ、2コースからしっかりうまく追走しましたよ ね、うん、ね、2コースって本当に難しいんですよね、うん、でもなんかそつなくこなした感じがしましたね。そうでしたね。そして3着争いは見応えがありました。3着がね、滝川さんとね、小野さんが競ったんですよね、うん、はい、どっちが来るのか、うん、どっちが来るのかと思った最後は地元滝川さんがまあなんとか3着を確保しましたね、はい、うん。まあ、結果だけ見ると 1,2,3 でのゴールになりましたが、そう、でも 1,2 で売れてたんですけど、うん、意外とそこ3と6っていうのが薄めだったんですよね、はい、そうでしたね。だから 1,2 からしてはいい配当となってましたよね。そうですね。 1,2,3 で1280円の配当ついております。まあまあいい配当だったと思います。さあ、その他のね、レースも全てこう全体的に振り返っていきたいんですが、昨日連勝した選手が一人いらっしゃるんですよね。長島雄一選手がね、うん、まあ前半の陰線なんていうのはタイム全部真っ赤っかだったんですよね、はい、まあ、前傾から評判だったんですけどね、昨日見てると、お、やっぱり陰線良かった。で、後半はね、まあ、後手立てになったというのはあるんですけどね、はい、道中地元の ね山崎康介選手競ったけど、うん、競り勝った足、やっぱり良かったですね。中島由紀、この船足がいいなと思いました。この11号機も注目していた方が良さそうですか、ね、いや、今日もいけるんじゃないですか。彼ね、A2 勝負がけなんでね、うん、あ、そういうのもあるんですね。勝率も昨日ピンピンで上がった。ただ彼の場合は2連対率が足らないんで、うん、とにかく船券絡まなきゃいけないんですよ、うん、なるほど、そうなんですね。さあ、そしてその2連対とした選手が昨日一人いらっしゃいます。柴田大輔選手、やはりこのEモーター28号機、うん、はい、やはり動きいいですね。いいですか。だからやっぱり船足のいい選手となんか狙いたくなりますよね、うん、そうですね。はい、そしてね、まあ、今日は、まあ、昨日全体的に見るとまあインが結構逃げてるレース多かったんですが、2日目ね、どんなレースになるのか、ぜひ皆さんにも最終レースまでお楽しみいただければと思います。さあ、それでは本日も長谷さんには2レース予想していただいておりますので、まずはメインレースの方から見ていきたいと思います。こちらのフリップご覧ください。第12レースを予想していただきました。大山選手の陰線ですね、持ってきましたね。12レースにメインレース、大山さんね、いや、昨日はね、まあ、6コースと2コースから3着2着、うん、足いいですね。これ28% しかないモーターなんだけど、はい、ターン周りとかやっぱりしっかりしてますね、うん、なんか勢い感じますよね、うん、やっぱりなんかいいんだなという感じがいたしますね、うん、やっぱり最近ね、近況3連続優勝優勝ね、乗ってますからね、うん、リズムもいいんですかね。いいですね、まあ、昨日はドレミネ加えてね、はい、
平均スタート決めたスタートは昨日0608スタートバチバチいってますからね。素晴らしいですね。ここはもう新人も枠なりでしょうね、うん、メンバーは1号艇大山さんが A1 で、はい、2号艇3号艇がね A2、うん、C56 が B9 というメンバーになってますね。はい、まあ、ただちょっと見出しでこう、はい、壁なしのインになっても船橋大山千尋選手が押し切るということで、壁なしというのは2号艇滝重選手がこれ F2 なんですよ。それもね、はい、F2 休み明けなんですよね。うん、今季ラストでしょう、はい、万が一のことを考えたら万が一があるから気をつけなきゃいけませんね。そうですね、昨日も本人は6コースから27、まあそんぐらいでしょうと言ってました。だから期末のレースで、まあ、F3 になりたくないので、はい、どこまでいけるかよね。みんなが例えば10とか言ってたら本人は多分そこにはいけないと思う。もちろんみんなが30だったら同じぐらいいけるけど、うんうん、やっぱりスタートには不安が残りますよね。なるほど。そう考えるとやっぱりね、この壁なしのインなんだけど、うん、大山さんスタートバチバチ行くんでね、うん、まあ、そういうのは壁なくても逃げ切るんじゃないかと本命ですね。なるほど。さあそしてこう対抗に上がってるのは鈴木選手。昨日の鈴木選手いい足でしたね。あのが、うん、行き足伸びしっかりしてるし、ターンから押す感じがあって、はい、うん、昨日の鈴木選手ああ本当いい足だ、上位だなと思うぐらいの足でした。はい、彼の場合もね、もう外になってもね、うん、こう注目したいし、彼はあの A2 勝負がけであるんですよね。なるほど。だからちょっともうちょっとね勝率上げたいところでもあるし、うん、足がいいのでこう対抗を思い切りきましたよ。うん、そして3番目の印は3号艇。2号艇竹重選手がフライング2本でスタートできない、うん、はい、相原選手、うん、彼の持っている平均スタートタイミング1-2ですよ。早い。昨日も0-9-1-1、うん、やはりこう2がへこむことを考えれば攻めていくのは3でしょう、うん、だからまあ三角に回したのは彼ですね。なるほど。で4が実は3が攻めれば4に回るんじゃないかなと言いました、うん、でも足はね悪くないとは本人言ってましたね。ただこれ竹重選手がやっぱ F2 ってことを考えて4に回ったってだけですね、うん、なるほど。6番坂口選手これ足はね出足系とはこれいいと思いますよ、うん、ただ昨日はインから0-1のスタートいった。そうですね。さあ今日どこまでスタートできるかね、うん、まだ6コースのやっぱ展開次第になるでしょうね。はい、だからこの、ね、やっぱ大山さんの相手はやっぱり印が回ってるんで、うん、普通は1から3-4-5ね、うん、回すでいいと思うんですけどね、はい、なぜか削りましたね2点になってますね。船橋で鈴木選手だったり、うん、スタートで相原選手、この奇数の人を注目しました。だから1-5-3、1-3-5、うん、絞ってみました、はい、なるほど。もうここは2点で、うんうんうん、4号艇の、ね、山口選手も印は回っているけれども、もう絞ったんですね。絞ったんですね、うん、ねえ、ねえ、絞りました。はい、狙い目もなしということで、はい、だってここで狙い目が おかしいですもんね、うん、もうここはね大山選手逃げてねという、そうそう、ね、そういうことですね、うん、お願いします。期待を込めてということで、このように第12レース2点に絞ってのフォーカス上げていただきました。ぜひ皆様参考にしていただければと思います。さあ今節初のあのコーナーに行きたいと思います。困った時の長谷頼みということなんですが、さあ昨日はね、先ほどもちょっとちらっと言いましたが、逃げが8本、3連単満州が1本という決着で、まあ、比較的イン逃げが決まりやすかったのかなと。いや、あのね、今日もなんかメンバー見るとちょっと、うん、はい、ミッドナイトの時間帯っていうのはやっぱり1号艇になんか売れそうな強い選手が多いんですよね。なるほど。そこを破るためには誰かいるんじゃないかなと思って、ね、ちょっと出してみましたね。ただこう G 争いっていうのは結構混戦になってたりしてますよね。そうですね、はい、はい、ということで今日はどのレースを挙げていただいたんでしょうか。フリップご覧ください。第11レースを挙げていただきました。そう、ここは1号艇前澤選手20丸、ね、ここ書いてますように、ね、うん、A1 が1号艇、うん、A2 が2号艇、はい、あとは B9 ですからね、うん、すんなりならこう1-2で売れるようなところで売れるというか、うん、決着つくようなところですけどね、うん、ただ1号艇前澤選手昨日6-6って。そうなんですよね。あ、ちょっとまあ前半もね6号艇だったんで、うん、うん、そうかな、まあ、しょうがないなと思ったんですけど、はい、展開もなかったんでね、うん、昨日の12レースはちょっと6着ってのはちょっと予想外でしたね。そうですかね。ただ足はね、まあ、特徴はないってお話ですね、うん、悪くはないって、うん、
悪くはない。あでもいいとこも悪いとこもないというような話でしたね。ただまあ A1 レーサー一目したいですね、うん、まあ、フライング持ってるんでね、はい、スタートがどこまでいけるかっていうのはあるんですけど、うん、まあ1号艇だから本命になりますよね。はい、ここね冒頭の話で船足はこう4番柴田選手ですよ、うん、やっぱり昨日ももうあのまくっていったレースもありますから ね、 そうですね、やはりいいですね足が、うん、やはりこの切れ木通りの足と思います。だから怖いのはここですよ。だから彼が攻めてくるかどうか、うん、まくれるかどうかですよ。そこ次第ということですね。まくれなかったらうちの井内選手だったり、うん、関根選手残せるんでね、はい、印は内寄りになりますよね、うん、4が攻めれば外にも出番があるレース。なるほど。でもここはもう1が逃げるということを考えれば、うん、やっぱり1から4、2、3の2、3軸になるんじゃないですか、うん、なるほど。さあそして狙い目がその4号艇柴田選手が一撃決まった時ですね。昨日はチルトプラス 0.5 と1号艇で0度でしたね、うん、彼本来はもうチルトもっと跳ねて乗るタイプなんですよね。なるほど。でもね大村って 1.5 までしかないんですよ、うん、まあ、今日チルトどうするか、まあ、0号でも伸びるけど、はい、1にしても面白いのかなと気はするんですよね、うん、でもそうするとまあピット離れがあるんでね、まあ、どうするか。でもやはりねスリット付近の加速っていうのはいいと思いますよ、うん、柴田選手。そうですね、やはりこの1年間使ってきた中でのこれエース機ですからね、うん、28号機、うん、だから攻めてくるのはここと思って、うん、今日注目は柴田選手。ただね今季の彼見てると4コースからの1着っていうのは実はまくり雑誌が多かったんですよね。そうなんですね。じゃあ41がまず行きましょう。あなるほど。でも、うん、やっぱりまくりが見たいんですよ。なるほど見たい。彼より的にまくり屋さんなんでね、うん、ダーンってまくっていったら外がついてくるんじゃないのかな、はい、5番森岡選手これ、うん、前回運の幸四郎選手これ出てなかったんですよね全然。でも林選手のこれ59これコース上記、はい、誕生祭は坪口達也選手が輸出したやつ ね、 そうですね。行き足関係をいいんですよ。うん、だからちょっと4が攻めてまくってくれての6の2、3着が面白いんじゃないかな。なるほど。ただこう切れ切で言うとね、うん、4番柴田選手28号機と林選手59号機、ここが大村の2強と言ってもいいぐらいモーターなんですよ。はい、だからモーターで狙いましょうよ。うん、じゃあまくり差しの時が4位置から、うん、ちょっとこれなんかずるいですよね。抑えていってますよね。まくった時がもう林圭介選手もね、うん、今日1回走りでしょ、うん、柴田選手にと柴田行けよってまくってくれよって心の中で叫んでるかもしれませんからね。で6の頭とか良かったですか。最初はね、うん、欲張って6、4も考えたんですけどね。あそうなんですね。ただこの、うん、林選手のね6コースの1着ってこれ10年ぐらいないんですよ、うん、あらそうなんですね。2011年の10月以来ないんです、うんうん、だからもうデータで言えばないんで来た場合は林選手を私は褒めてあげない、はい、なるほど。でもここは遠慮して 2,3 着でいいよってことですよ、うん、なるほど。このようにねフォーカスじゃ上げていただきましたね、はい、ぜひ皆様参考にしていただきたいと思います。本日も解説していただきましたのはスポーツ報知長谷明典記者でした。長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。